僕はですね、ピョコタンという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は、ニンテンドーシンね。お茶飲もう。ちょっと麦茶飲まなきゃやってらんねえわ。あれ、僕の麦茶どこ行ったあ、麦茶ないわ。やべ、ミネラル麦茶。しょうがねえ。おいお茶で飲みますか。しょうがねえから。つうか、なんでイヤホンしてたんだろう。なんでイヤホンしてたの、僕。なぜかイヤホンをしてるけど、別にイヤホンから何も聞いてないし、なのにイヤホンを外すと、何かが、 欠けてるんじゃないかっていう気持ちになっちゃうみんなもあるでしょイヤホン依存症なんかなこれまあでもそれを乗り越えてねなんとか自立してやっていきたいと思ってるよ「だだだだ」「 メイっこの動画もね、アップしといたからね。カバンの中身抜き打ちチェックのね、動画もね。メイっこの動画も意味なく出しておくことでね、その子が大きくなった時に、おじさんのね、YouTube チャンネルに出たっていうことが、人生の誇りになってくれればいいなと思って、断ることに載せてあげてんのよ。うるさいんだよ。出たい、出たいって。<laughs> 出たいって。で、あのー、うちの父親が、最近、自宅のテレビでね、YouTube 見れなくなっちゃったから、 めいっ子に頼,頼み込んでね、ニンテンドースイッチで、和ずの動画見せて見せててうるさいんだって。だから特別に見せてあげて、その時に一緒に見てんだってさ。うちの父親のしげおと、そのめいっ子と一緒にニンテンドースイッチで僕の動画を見て、やっぱそうすると、テレビ以上に僕ってもう神みたいな存在だから、どうしても出たいんだって。 だけどね、ネットリテラシーとかを教育して、こういうのに出ると、もう消えないんだよ。軽はずみに出ると、一生それがね、自分の重荷になってね、のしかかってくるんだよっていうふうに、教えてあげても、それでも出たい。じゃあ、顔とかモザイク入れるけど、っていうね、ことで、で、僕の TikTok もね、つまりは自分らの,の、バーバと、おじさんが、一緒にね、出てるわけじゃん。 で、それがね、世界中の人から評価を受けてることで、やっぱ僕って、つまりはね、君たちが昔見てた、トンネルズとか、ダウンタウンとか、ウッチャンナンチャンとかいるでしょそれが、僕らのメイク世代には、いつもね、動画に出てるおじさんなんだから、神なんだよ、だから。まあ、それはちょっと盛りましたけど、クソ生意気に、かーずやしーって言ってくるけどね。でもね、実際問題は、 僕がカメラを回すと、すぐに入り込もうとしてくるから、相当ね、出たい気持ちが強いんだろうね。だから気をつけろと。ネットリテラシーを教育しながら、人生の思い出としてね、一応ね、出してるから。鉄棒してるところでね、お金あげて,てるやつとか、これまでの僕のね、過去の動画を漁ってもらえれば、LINE で金くれって言ってきたやつに説教するやつとか、何種類かいるめいの、 それぞれ、一回ぐらいは出してるからね。出たがりな奴らは。あと、さらにマニアの人は、弟のケンスケのチャンネルを見に行くと、そこにもね、いろいろ出てる奴がいるから、<laughs> あ、これって、あの時のあの子かなみたいな、こ繋がってくるからね。もうケンスケも更新一切しなくなったけど、そういうね、若いうちから、これはダメよ、あれはダメよって言ってね、臭いものに蓋をしてると、 その先がどうしても行きたくなって将来的には結果的にその臭いものの方にズブズブの人間が育っちゃうの。だけどこうやって臭いものに蓋せずこれ危ないんだよって言いながらも学びの機会を与えることでそんなに行かないっていうね。ゲームとかもそうなの。ゲームを制限されて制限されて育った人は将来的にゲーム廃人になっちゃうけど僕みたいにねずっとゲームばっかりやって育った人間はこんないろんなことができるさ。 ゲームの優先順位をそんなに高く置かずに楽しくね、立ち回れるね。こういう万能型の人間になるじゃん。だからこそ臭いものには蓋しちゃダメだと。だ僕の周りも大体子供の頃から育っていく家庭ってわかるじゃん。え、この家ってなんでこんなにゲームに対してね、厳しいんだろうなっていうやつに限って、大人になると、ろくでなしになってますよ。全国のお母様方。これは、僕が数多くのサンプルを見た結果、 そうなってるんですから。僕はゲーム無制限で育ってきて、こんなに賢くなってきてますから。節度を持ったいろんなものに対して興味が湧いて、で、自由にね、気ままに遊べる、こういう風になってるから。ただね、そのサンプルにそぐわないのが、まあファミコン芸人藤田っていう人がいまして、彼はゲームに育てられたとか言って、ずーっとゲームで、 育ってきたんだけど、なぜか今もゲームまみれのゴミ屋敷に住んでると。だからそこは僕のね、今研究サンプルとして一つ特殊な異形の存在みたいな、得意人種として今調査を進めてるんだけど、だんだん分かってきたことが、彼はあまりにも親の愛情が不足していたんじゃないかなっていう。そうすることで精神がねじ曲がってねじ曲がって、本来だったら 猟奇殺人鬼になるんだけど、ゲームがそれを食い止めていたんじゃないかなと。つまりは、藤田さんの人生の分岐の中で、一番良くてあのゴミ屋敷住人なんだなっていう。失敗作じゃないの。ゲームがあったから、ここで留まれたっていうことなの。それがもしなかった場合は、もう猟奇殺人鬼とか、とんでもねえやつになってたのが、ゲームのおかげでここにいた藤田さんが、藤士藤士富士,富士って言って、みんなに差し出しまれてる藤田さんじゃん。 結果良かったんじゃないかなっていうふうに結論出すことで結局はゲームをやり続けることは正義なんだなっていうふうにそこで公式が成り立つんだよっていう僕もゲームに育てられて親の愛情たっぷりであの恵まれた環境で育ったからこんなに優等生じゃんっていう話なのだって藤田さんも自分で言ってたんだからそれ誰も殺してないんですよってどうやってたんだよ こんな過酷な環境に育って誰も殺してないんですよって。すごくないですかって <laughs> 言ってたもん。本人が言ってたんだからいいじゃん別に。だって本当だよ過酷だよ藤田さんの環境は。母親が自分の前で亡くなったりとかなんかまあ、詳しくはファミコンに育てられた男っていう藤田さんの著書を読んでください。とんでもないから本当に。よく本当これでだなと思うぐらいだよ。マジですごいよ。 いつ殺したっておかしくなかったもんな。だからやっぱね、ゲームってね、人を救うんだなっていうふうにね。あとは小さい頃にあんまりにも制限しないっていう。やりたいようにね、自由に時間を使ってやれるのは、せいぜい高校生まででしょ。そっから先はいろんなね、人間関係とかしがらみとか仕事とかね、収入とかに 多少はこう左右されて自,自分の自分時間割り振るじゃんだからそれまでにいかにゲームをねやり続けられるかっていうのが結構大事ですよね皆さんもね是非僕みたいなね素晴らしい人間になりたいんだったら見習ってください「